1913年頃の楠瀬幸彦・楠瀬幸彦くすのせゆきひこから1927年10月13日は日本陸軍の軍人陸軍大臣最終階級は陸軍中将土佐藩士楠瀬正氏の長男として生まれる東京海南市塾陸軍幼年学校を経て1880年12月陸軍士官学校を卒業フランス留学 陸士教官、近衛方兵連隊中隊長、参謀本部第一局員、参謀本部副官、ロシア公使官付などを歴任。1894年11月、臨時形状公使官付となり、三浦五郎講師らと共に、1895年10月8日に発生した便費暗殺事件に関わったとして、同年10月から翌年1月まで入国したが、 1896年1月14日、第5師団軍法会議において、無罪判決を受け釈放された。台湾総督府参謀、西部都督部参謀長、第12師団参謀長を経て、1901年6月26日、陸軍少将に進級。津島警備隊司令官、大阪砲兵交渉批下げりを歴任。日露戦争では、第2軍兵団官として出征した。 第四軍創設時に砲兵部長となり、砲展海戦では、満州軍重砲隊司令官として参戦した。ユラ要塞司令官、カラフト守備隊司令官、初代カラフト町長,長官などを経て、1907年11月、陸軍中将に進み、第一師団司令部付け、ユラ要塞司令官、技術審査部長を歴任。1913年6月、第一次、 山本内閣の軍部大臣を現役部官制、改正問題で騒動に責任を取って辞任した木越安綱の後を受け、ごぼう抜き人事で陸軍大臣に就任した。翌年4月に大臣を辞任し、大名となり、1915年4月16日に休職した。1917年4月16日に予備役に編入され、現役を退いた。ありがとうございます。